えー、まず、後です、えー。ローマ人の物語3、三ですね。えー、勝者のコンメ、第一章のグラックス兄弟の時代のお第11回目ですね。えー、この、あれのグラックスが、えー、このおセン、センプルプロス法ですね。農地法ですね。改革、その財源をどうするかということで、ペルガモンの,その王が、 跡継ぎがいないのでローマに託すことでその財源をまあ言論をのけて市民集会じゃなくて平民集会でその財源を決めたことに対して芸能人が危機を持ってこれまで70年間も経 体制ですね、言論員をねじれとしてきたローマの異性者たち階級は70年ものの間安住してきた体制が、えー、揺さぶりをかけられたことを知ったのですしかも自分たちの階級の一員と思っていたティビリスセンプロニウスグラクスによってということで前回が終わりましたけど、えー、これによって、えー、ことが急速に展開しますね、えー返され シーザーもプルプタス、お前もかということで、えー、言論において、この兄のクラックスも命を落とすことがあ、えー、きますね。はい、えー、では、11回目、えーえー、続きます。 少し前までは自分の考えに熱心な支持を与えていた人々の態度が困惑気味に変わったのにティビリスが気づかなかったはずはないだがそれがかえって彼の意思を固めた成立し実施に移った農地法ですねレッ,クスレックス・アグエ・ラリーリアはどのような理由であれ中東で 終わらせてはな,らなかった、えー、続けることで成果を上げ共和制ローマの基盤を確実にしなければいずれ,もいずれはローマも滅亡した他国の鉄を踏むことになるという危機意識が孤立化しつつあった彼を支えたのである30歳の五民間は改革を途中途で終わらせないためには 自分が5民間に再選され5民間として改革を進めていくしかないと考えた、えー、何しろ前年の12月10日から始まった5民間人気はすでにその半ばに達していた5民間の選挙は毎年7月に行われる7月に別のものが5民間に選ばれても会の人気はまだ 判残,残っているがもしも彼と考えを共にしないものが選ばれようものなら残る半期の任期中にさえできることは限られてくる限られてくるテビルスはこれを恐れたハニバル戦役の後のローマは非常時は終わったと判断していたので死生間でも続けての再選出は 許されないい制度に戻っていた他の官職も同様だだが5民間の続けての再選出を禁じた方はなかったゴミ間だけは国家の公職ではなく平民会期を代表する言ってみれば国家の中の一部の利益代表というのが5民館制度創設の理由であったからである。 しかし全4世紀にすでに古民館経験者には自動的に元老院の議席が提供されると決めた方が成立している建国以来の名門貴族ではないいわゆる平民貴族たちにとっては古民館を務めた後で元老院に入り法務官を経て執政化に至る道は政治キャリアのエリートコースと思われてきた これまでに5民間の続けての再選出が問題にならなかったのは5民間をやり続けよりも早々に元老院入りした方が出生には有利であったからである。法的には5民間は公職ではなかったが実際上は全ての点で続けての再選出は法で禁じられている他の公職と同じであったのだ。 えー、しかし、えー、あくまでも法では禁じられていないテベルスは法で押すことに決めたのであるその頃の彼の周りにはそのほとんどが彼同様にローマの富裕階級の出身者だったが、えー、熱狂的に彼を支持する若者たちが集まっていたその若者たちが選、えー、出の可能性を 探るる読みに走るところが意外にも、えー、彼らが持ち帰った情報によればティビリスの参戦室は難しいとの結果が出たのである。元、え、老、ー、院内でもグラックスの農地改革によって、えー、利益を損なう人々の反対は初めから予想できた。同じく元老院でも改革には賛成しても元老院主導の過等生態を壊す気のない人々の 安泰もこの頃から明白になりつつある。だが平民、平民間選挙は平民集会で行われる。言論員からもまた市民集会からも独立した平民集会での投票によって決まるのである。この平民集会で当選確実、不確実ということは平民の支持さえ危うくなっているということだった。 直接民主制の結果の一つ容易に投票所に来られる人の意見がより多く反映されるところにあるローマで開かれる平民集会の決定を左右するのは当各地に住むローマ市民よりもローマに住む人々の意見であったそしてローマ在住の平民会議といえば商工業に携わる人が多い彼にとっては農耕地を与えて 健全な農作農を育成するというグラックスの農地改革は自分たちには直接関係のないことであったのだそれでも公的な意識の強かったローマの平民たちはグラックスの農地法に賛成した資産のない無産者プロレリタリーの増大は 無産作者の増大は、えー、裕福な階級よりも直接に、えー、無産者階級と接する機会が多い平民たちの方が失業者の増加が社会不安の源であることを感じていたからであるしかし、えー、ローマの平民は、えー、平民集会を持ち護、えー、民館まで持っていたくらいだから、えー 平民であることに劣等感感ななど感じてはいなかった。その彼らを代表するのが護民館である、えー。毎年4人選出される護民館には地位や権限の上下はない。それなのにクラックスは、えー、同僚のオクタビ,オクタビューニウスの解任を勧告、うん、した。その時は賛成票を閉じた者自分たちの代表である護民館を 解任するという洗礼のないことをしてしまった彼らの心の中ではそのことが消化しきれなかったのであるその彼らに何としてもグラックスの再選出を許してはならないと決意した反対派が的を絞ったご民間再選出によってグラックスは彼個人への権力の集中を狙っている これが反対派の掲げるる印になった。狭い者しか持たない人が政治上の流でなされることでも私利私欲によると思い込んでしまうのは今に始まったことではないのである。それにローマは共和制国家だ。独裁者になることを狙っているという非難くらい。 民主の心を捉え捉えやすいことなかったこうしてグラックスの再選に,に確実に賛成を票を投じる平民は、えー、農地回復の直接の利益・享、え、受、ー、者となる都市、えー、プレリアアトだけになってしまったのである。とはいええー、ローマの選挙制度は資産の多少に従って、えー、票数を多く持てるようになっている、えー、都市プレリアアトたちの 数自体は少なくなくしかもローマで開かれる平民集会にはこぞって集まれる利点は持っていても彼らに与えられる票数そのものが少なかったのだこのような状態でもなおテビリスは諦めなかった彼は無酸差無さ以外の有産の平民たちの支持を取り戻すことを考える 有資産者なののだから兵器の義務があったまた、平民の中には海外まで市場を広げた経済人も多かった。テビ,テビリス・グラックスは、兵器機関の短縮を提案する方と、司法に関係した方の2つを提出した。後者はそれまで元老院議員で占められていた陪審員を 元老議員と騎士階級つまり裕福平民の半々で構成するとした方であるこれでご、えー、民間再選に必要な票を獲得しようと考えたのだこの2方の評判はたちまち平民の間に広まったまだ議決されていないというのに、えー、グラックスへの彼らの行為は再び確実になったのである。 えー、これに反グラクスは一段と危機を高めた。えー、感謝いたします。えー、ここまで、えーまあ、今回の11回の終わりとしますけど、えー、グラクスはまたゴミ館ですけどゴミ館の再選は今までなかったことでもあるけど、えー、グラクスはゴミ館4人のうち、えー オクタビニアスを解任とするうことで、えー、反対派は、えー、彼が独裁者になることをお、まあ、あ反対派の旗印として、えー、グラックスが再選できないように、えー、ひ表まとめをしていますけどグラックスもそれに対して、えー、この、うんえー、グラックスはこのような状態でも諦めなかった。 えー、無産者海域じゃなくて有産の兵民たちの支持を取り戻すことで兵役、えーえー、の義務があった兵民の中には海外まで市場を広げた人も経済人も多かったそして、えー、グラックスは兵役の期間の短縮を提案する方と使用に関係した方の2つを提出したということで、えー、この用に関,し関,係関係した方の 2つ,つを提出したこれは元老院議,議員に占められていた陪審、えー、員を元老院議員と、えー、起死会議つまり裕福,の裕福な平民の半々で、えー、構成するとした方であるあご民権、えー、再選に必要な票を獲得しようと考えたのだったということで、えー、この2票の評判はたちまち、えー、平民の間に広まった。 まだ解決されていないというのに、えー、グラックスへの彼らの行為は再び確実になったので、えー、これで反グラックス派は一段と危機を備えたということで、えー、ついに、えー、グラックスの命、グラックス自体が、えー、危うい危機になって落ちていく十一、まあ、回となります。えー、勝者のコン、えー、グラックスがあもう。 間近になりますね、はいえー、なかなか厳しいですけど若いゴミ、えー、家のグラックス、えー、諦めずに、えー、この有酸階級ほとんどは無酸素階級ですけど有酸階級の、まあ、兵器の義務の短縮そして、えー、裕福や階級だけで審もって言ってましたけど基地階級兵民階級にも 売信になることをこの2つの法案を提出して、えー、グラックスはゴミ館の再生をやっています。えー、はい、えー、これで、えー、視聴者のコン、えー、グラックス兄弟の時代の11回を終わります。えー、また、マスターとのこの YouTube のチャンネル、うん、登録、またコメント、またいいね、えー、とボタンとよろしくお願いいたします。えー、次回の 少々のでお会いしましまょう。シャロムシャロムシャロム。シャロム